今回は台湾の定番料理であるジーローハンの作り方を紹介します。ジーローハンは台湾のソウルフードで、蒸して裂いた鶏肉をご飯の上に乗せタレをかけた料理です。台湾料理は香辛料や肉の臭みなどがちょっと気になるなんて方でも美味しく食べられる作り方にしました。それでは作っていきましょう。まずは鶏胸肉を用意し、皮と脂肪を取り除きます。皮は端から包丁で切り込みを入れ、手で引き剥がすようにします。横の方に脂肪の塊があるので包丁で切り取ります。皮が外れたら、まだ肉に残っている脂肪をしっかりと取り除いておきます。脂肪には鶏肉の臭みが強くあるので、しっかりと取っておきましょう。脂肪が取れたら鶏肉を3枚に切ります。鶏肉の片側に繊維が多く見られる側を切り離します。大きく残った方を横から削り、開くように切り離します。このようにして3枚にしておきます。皮も後で使うので、使いやすいように細かく切っておきます。皮についている余分な脂肪はしっかりと取ってから細かく切ります。この脂肪は使いません。鶏肉に下味をつけます。塩コショウ、酒を少量ずつ入れ、全体に行き渡るようにして揉み込んでおきます。ネギの青い部分と生姜の皮をのせて10分ぐらい寝かせておきます。ネギと生姜の酵素を出すため、手で潰して鶏肉を染み込ませておきます。主な材料は鶏胸肉1枚と鶏皮、ニンニク、生姜 10g ずつ、紫玉ねぎ小1/2個、パクチー少量です。本格的にはエシャロットを使うのですが、なかったので代用として玉ねぎを使いました。鶏肉にはあれば山椒や八角を少量入れておくと香りも良くなります。ニンニク、生姜、玉ねぎはみじん切りにしておきます。鶏肉は蒸していきます。フライパンに青ネギと生姜の皮を引き、その上に鶏肉を乗せていきます。鶏肉についている山椒もフライパンの中に入れておきます。水を大さじ1入れます。火をつけて初めの10秒くらい強火にします。そうしたらすぐに弱火にし、蓋をして5分蒸します。5分したら蓋を外し、火の通り具合を確認します。肉の真ん中を箸などを使って刺して、中から透き通った汁が出てきていれば OK です。
火を止めて冷めるまで放置しておきます。冷めたらネギと生姜を外しながら鶏肉を取り出します。これで蒸し鶏ができました。鶏肉から出た汁も使うので取っておきます。蒸し鶏を包丁で細切りにしておきます。蒸し鶏の汁に味付けをしておきます。砂糖を小さじ1入れます。醤油を大さじ1入れます。酢を小さじ1入れます。これをよく混ぜておきます。フライパンに少量の油を入れます。鶏皮を入れて焼いていきます。箸などを使って薄く広げるようにして焼いていきます。このまま鶏皮がカリカリになるまで焼いていきます。3、4分くらい焼いていくとこのくらいカリカリになってきます。鶏油もしっかりと出てきています。そうしたら鶏皮だけを取り出しておきます。この鶏油を使ってニンニク、生姜、玉ねぎを炒めていきます。ちょっと油が足りないので大さじ1くらい入れておきます。油でしっかりと炒め香りを引き出していきます。このまま弱火で5分くらいかけながらフライドオニオンのようになるまで火にかけていきます。このくらいこんがりとした色になるまで炒めていきます。そうしたら蒸し鶏の汁と調味料を合わせたものを入れていきます。火を強火にして軽く煮詰めていきます。
レと油が乳化するようによく混ぜながら加熱します。これでタレができました。さらにご飯と付け合わせのサラダを乗せておきます。ご飯の上に鶏肉を乗せます。付け合わせのゆで卵を乗せます。鶏肉の上にタレをかけます。このタレがめちゃめちゃうまいです。最後にパクチーと鶏皮を乗せれば完成です。これでジーローハンの出来上がりです。たっぷりのネギと生姜を使って蒸した鶏肉は臭みもなく柔らかくて美味しいです。そして蒸し鶏の汁と香味野菜を合わせたタレが何とも格別なので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。